毎度ですー。でけでん。えー、オーバーホール。いたしました。ぬるぬるのぬめぬめですね。わかるかなベルト磨きもぬるぬるぬめぬめ。えー、今回はね、あれどこ行ったもうお客様用に詰めちゃいましたけど。ゼンマイとパッキン、交換。 それと分解掃除、オーバーホール。まあ、こんなこともやっていますということですね。えー、ジュエリーと時計関係が、あまあ、あのー、主なんですけど、<laughs> あの、アメシャパーツ屋さんじゃないのって違いますよっていう、うん。まあ、それもやってますし、えー、T シャツのね、特注もやってますよとか、まあ、アパレルもやってるし、 えー、リサイクルもやってますし、まあ、やれることは体力がある限り何でもやっております。まあ、時計は、あの、うちアンティーク時計屋さんみたいな感じですけど、アンティーク時計は在庫はね、あの、持ってますけど、あのー、特にロレックスなんですけど、まあ、それは1910年代、20年代、30年代のは、ま、在庫があるんですけど、 あのー、まあ、最近の、最近のというか、まあ、60年代、70年代から、ま、最近のまで、2000年代のものまで、すごく足が速いんですね。あのー、安いんだかなんだか知んないけど、大体いいお客様に声かける前に、業者さんが持ってっちゃうっていうぐらいに、足が速いです。あのー、この、ここ5年、10年ぐらいのロレックスの人気というのは、何でしょうかね。 あの、玉数が、ま、限られてるっていうのもそうなんですけど、世界中でロレックスに目覚めて、買ってみようかなっていう人が増えたと、いうことですね。生産量は同じなのに、あのー、すぐ売れ、売れちゃうと。っていうのは、まあ、ロレックスに手を出す人が、世界中で増えたっていうことですね。うん、と思います。と思ってます。<laughs> うん、あのね、びっくり科学です。 もう、2倍、3倍、そうだな、5倍ぐらいまで上がっちゃってんのかな人気のものは。やっぱね、日本はね、ステンムクが、なんか、やっぱ人気ですよね。コンビとか、金ムクよりも。この前もね、え金ムク、クのデイデイとか出たんですけど、あの、わずか、あの、1時間ぐらいで、売れてしまったんですね。あのー、 ちょっとね、ほんと、ここんとこ、やばいぐらいに、ロレックスが、大人気です。世界中でね。まあ、日本も、もうすごく大人気で、あの、かなりプレミア化がくっついちゃってますけどもね。うん。まあ、あの、こういううちで作った、あの、保証も、一応はつけております。うん、保証つくものとつかないものがありますので、何でもつくと思ったら、あのー、それは、違いますので。 あとね、やっぱ、アンティークでもね、もう無理だよねっていう、あのもう泥がついてたりとかですね <laughs>、えー。え開けたらもう砂とか泥だらけだったりとか、ガビガビに、多分これ、海で拾ったのか海に落としたのかようわからんけども、そういうのとかですね。あの、だから、一概にいくらでできますとはうち言ってません。うん。 あの、分解掃除はこの値段。で、あとは、あの、交換したパーツで、どんどん上がってきますよ。じゃ、あどれぐらいなのうん、だからわかりませんっていう感じで。うん、結構、うん、そうだな。三人にお一人ぐらいは、あの、怒って帰ってっちゃうっていう。あの、いや、値段出せないんですけど、って、言っちゃうんですけどね。動いてるものであれば、まあ、おおよそお値段は出せますん。 出せますけども、あのね、一概にちょっと金額は言えないです。まあ、今回これで、磨きと、オーバー、オーバーホール分解掃除と、まあ、パーツ類交換、結構全枚交換しちゃったりとかしたんで、あのね、それが、歯車まで交換になってしまうとですね、あのー、結構いくんですよ。 で、この前、なんだっけな、サブマリーナでね、あのー、こう、歯車の中に歯車があって、ラチェットになってるやつがあるんですけど、それが、あのね、ロレックス2個入ってるんですよ。赤い歯車なんですけど、まあ、プロの方はわかるんですけど、それがですね、あのー、高いんですよ。で、日本だとロレックスジャパンしかもう出してないんで、あのー、うちはま、海外から、 あの、引っ張ったりとかする場合があるんですけどね。それが1個、えー、日本円で1万5千から2万円するんですね。だそういうの交換するともう6万7万普通にいっちゃいます。うん。なので、え、いくらって言ったじゃんっていうのは、あの、いや、それは分解掃除の手数料ですよっていうことなんで、あのー、なので、結構ね、一元さんは、 あの、やっぱそうだ、三人に一人か二人に一人は、お、あの、どうぞお帰りくださいってことになっちゃいますね。うん。まあそんなんでですね、業者さんとかがやっぱうち多いので、あのー、まあ60年代から上の、そのアンティークと言われないヴィンテージから上、それから最近の二千九百年代、1980年代、90年代、2000年代、2010年代、2020年代のものは、 あの、本当早い、早ければ、まあさっき言った1時間以内に売れちゃうし、あのー、まあ1日持って1日か2日ぐらいですかね。もう業者さんが来て現金で買ってっちゃうんで、あの、もう見ずに買ってっちゃうんですね。写真で見て。うん。それはオーバーホールしてません。今は日差でこれぐらいだからオーバーホールそろそろじゃないのとか。 そういうこと言うと、大体、まあ、もう見ずに買ってっちゃいますんで、お客様が、じゃあ来週見に行くよっつって、で、そういうのはもう <laughs>、あの、ほぼほぼ <laughs>、諦めてくださいっていうことになっちゃいますね。うん。えー、なのでね、時計の、ここ最近の人気ぶりは、すごいですね。うん。まあ、本当あのー、全イ式のね、 機械式の時計であれば、動いてるものであれば、おおよそ分解掃除はできます。ただパーツがなければ、あの、途中で分解したまんまお返しする時もあります。それはもうね、あの、了承済みで、そういうお客様しかも、あの、受け付けないようにしてます。まあ、あと、ジュエリーのね、修理とか、特注もね、あの、途中からコロコロ話が変わっちゃうお客様が来ると、途中でも返しちゃったりとか、 しちゃう場合がありますね。うん。もうほぼほぼ常連さんで持ってるようなものです。うん。まあ、そんなんで、一日、そうだな。やっぱ、そういう仕事が入ると、家帰って、まあ、こっちの本店の工房よりも家持ち帰ってやる時も、うん、の方が多いので、えー、あとわからないことがあったら、だいたい、 お師匠様が、あのー、近所にいますんで <laughs>、あのね、あのー、もうもう30年ぐらいお世話になってる人がいるんですけど、もう時計の神様みたいな人がいま、いますんで、その人にすませーんつって、あのー、投げちゃう時もあります。うん、投げちゃう方が多いんですけど、うん、だ電池交換なんかはね、あの、あれですけど、うん、だいたい、 あの、送ってくれれば1日とかでやっちゃうんですけどね。あの、機械式のオーバーホールはやっぱ1ヶ月、2ヶ月、長いと半年。えー、アンティーク時計になると <laughs> 1年とか <laughs> になっちゃう時があるんですけど、まあ、気長にお待ちいただければと思います。うん。えー、ね、ロレックス大変な金額になってますけど、あのー、ピークはいつなんだろうかというのが、 私もさっぱりその辺はわかりません。アンティークばっか使ってるんで。まあそんなで、えー、機械式時計、うん、すごくいいものだと思います。もうスマホを見ればね、こうやってス,スマホを見れば、わ、うん、かっちゃうんですよね。と、時間ね。だけど、あえてここやったりとかね、して、うん、時間を見るっていうのがやっぱ、特に男は、うん、ステータスなんではないでしょうかね。うん、ということでした。じゃあねー。